公然わいせつの犯人として福岡県警がアリバイがある男性を誤って逮捕した事件。警察はその事件の容疑者として無職の男を検挙し、今日書類送検しました。警察によりますと、北九州市小倉北区に住む無職の男は2月、小倉南区のショッピングモールで下半身を露出した上、7歳の女の子に対しスマホに表示した卑猥な映像を見せた疑いが持たれています。性的欲求を満たすために行ったと容疑を認めています。この事件をめぐっては別の40代の男性が逮捕され、9時間にわたり身柄を拘束されました。しかし男性は犯行時間帯別の場所にいたといういわゆるアリバイがあり、警察は5人逮捕だったとして男性を釈放していました。また今回男性に容疑者を検挙したことを説明し、改めて謝罪したということです。警察は客観証拠の収集、供述の吟味を図るなど適正捜査を推進するとしています。